吉田さん、ナイトライダーの動画を出して再生数を集めるのも、人気のいろんな有名人の名前を出してアクセス集めようとするのもお金のためですよ。ね。お金のためでもあり、その他の理由もちょこちょこあるって感じです。まあ、どの理由の割合が一番大きいかっていうのはその時その時によりますよ。単なる好奇心で動画を上げた時もありますしね。あ、金稼げるかもしれないなと思って、まあ、あるネタに食いついたこともありますしね。様々ですよ。それから真実を届けたいっていうね、純粋な気持ちもありますしね。いろいろじゃないですか。